エレベーターが。屋敷とここは地下でつながってたんですね。あるいは脱出路としてですね。やはり臓器移植でしょうか。でも、あのスライドは…ご覧になりましたよね。どう思われました？信じるも何も、現実に町の住人たちがいます。でもそれならどうしてそんな手術を。疑問が2つあります。まず被験者を町に捨てたとのことですが、そんな中途半端な手段を取る理由がありません。閉鎖された島とはいえ、人体実験の生きた証拠を野放しにするのはリスクが高すぎます。コムニオンという組織のやり方で考えるなら、被験者たちは死体として処理されていて当然でしょう。次に、新薬を臓器移植の実験に使うことはできません。なぜならあの薬は人体の免疫力に対して致命的なカタストロフをもたらす薬だからです。移植手術は確かに成功するでしょう。ですがそれは、ただそれだけのものです。手術後の患者は、すべての免疫力を失い 100% 死亡します。これでは薬を使う意味がありません。改良？
確かにそれが真相である可能性もあります。ですが町の住人たちのことはどう説明されるのでしょう。私は彼らが町に放置されたのは殺そうとしても殺せなかったからだと思っているのです。そんなところだろうな。こんなところでうろついている命知らずがいると思えば、またお前たちか。あんな大声で話せば嫌でも耳に入ってくるわ。もう行け、話すことはない。日本人か。お前はしばらく屋敷から出るな。それだけだ。行け。